いずれは跡形もなく消え去っちまうんだろうな。政府のキャンプに避難して結局全員死んじまうとか。まあ、いるね。期待しちゃいけねえんだよ。ああ、やべやべ、見つかっちゃった。硬いね。お、燃料。さあ、ちょっと探索しつつ行きましょうか。弾。よし。いいね。無線機がありますね。こんなもんか。これロッカー開けれないんだっけ？開けれないか。左の方にいますね。なんか聞こえるね。いいぞ。役に立つな。ここは何もない。あ、隣にもテントありますね。これなんだ？コップか。紙コップ。どこら辺にいるんだ？あ、いたいたいた。この上にもいるね。これズームは？これか。あー、そんな大したことないね、ズーム。命中だ。いいですね。あの、サプレッサーがあるんで、音がしない。近接武器が欲しいな。あ、いるな。よし。近くにいる。こいつらのいいところはうるさいことですね。どこにいるかね、すぐわかるんで。あ、いたいた。あ、これバレたんじゃない？まだいるな。どこだ？この中か？違うな。あと左の方か。あ、いたいた。ちょっと待って、ここもさ、大群にいるな、どっかに。なんかトイレで聞こえたのはやっぱりね、そのゾンビの大群の音だったんですよ。風だと思ったけど。あの大群もしかしてこっちに向かってるとかじゃないよね。ご勘弁を。いるなあ、近くに。どこだ？あ、いた。2匹。草むらに隠れつつ
行けそうだね。あ、どっか行った。フリーカーども、ここだけはやめろ。いいか、肉を食らいたいなら、どっか他を当たれ。バレちゃった。キャンプは俺のだ。お前らのじゃない。分かったな。よし。あ、他のやつにもバレた。痛いんだよお前。まあナイフじゃしょうがないけど。時間かかる。まだいるのか。どうだ。はい、いるいる。やっぱさっきの僕がナイフで戦ってた音に釣られてきてんのかな。あいつもやってしまおう。左にまだいるっぽいな。気のせいならいいけど。あ、やばい。大丈夫だった。危なかったな今。よし、ここはさっき入ったとこだよね。またボイスレコーダーだ。これを聞くことで奴らに聞くことが分かればいいんだよね。バンドイド。クラップだ。下へ袋か。これちょっと設定でコントローラーから流さないようにしたいな。僕ヘッドホンしてるんでね、このコントローラーから流されるたびにちょっとこう片耳だけあそこにいるね。結構いますねここ。うん、こっち来てよ。あんまり奥の方まで行きたくないんですよね。いいね。OK。よし、これヘリ破壊されてますよね。誰に破壊されたんだろう。あぶね。で、あっちか。今ので最後だな。よし。さあ、なんかお墓になってますね。もう心配はいらない。ああ、よう、俺だ。何が始まるんだ。ムーブさん、ね、おお若い。俺の腕なら大丈夫だ。
あなたに戻るべきじゃないって言われたのに聞かなかった。危険だって知ってたのに。あ、もうこんな状況になって戻ってきちゃったんだ。そうできなかった。そうじゃなくて、こうなったのは全部私のせいなの。あなたに何かあったら。心配するなって、俺は平気だな。リコ待って。サラ急げ、子供がいる。えねえ、あなたは大丈夫？そういうことじゃないか。戻ってきたって。ヘリより前の話。うわー、なんてこと。アクション。あ、大丈夫か。わからない。でも深くなさそう。いいか。これを当ててしっかり押さえてろ。走れるか。うん、でも歩けそう。よし、十分だ。あと少しだから。国の奴らはどこ行った？きっとみんな避難したんだわ。ああ、きっとそうだな。熱が出てる。内臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ。バカみたい、あんな小さな子に刺されるなんて。ここからは、一番最初のムービーとつながる感じですね。よし、ゆっくりだ。また来るぞ。ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探す。それ、あの一番最初のムービーより、よし、ここで。あ、そうだから、おい、こうゆっくりな。あ、でもこれまだだよね。ヘリ乗る前だよね。ヘリ乗った後のことも知りたいよね。小さい頃はよく一緒にかくれんぼをしてた。妹はね、いつも上着であんな風に頭隠すの。あの傷はかなり深いぞ。熱が出始めてる。ありゃ、まずいな。ここでは。あっちはダメだ。やばいやばい。シャッターがどんどんへこむ。熱は動けるか。いいぞ、先に行け。おっと、早く出てけ。お前が妻を殺った。よし、そうだ、そこに座れ。そっとな。どうする？ああ、そうだな。奴の注意を引け。俺は後ろから回り込む。分かった。気にすんな、行け。いいから行けって。お前が殺したんだ。なあ、おい、ちょっと待てよ。見ろ、武器はない。出てけ。落ち着いて聞いてくれ。怪我した嫁をここの屋上に連れて行きたいだけだ。お前が殺した。上でヘリが待ってる。俺の妻を殺したから。違う、それは俺じゃない。聞いてくれ。俺たちはその人に何もしてないんだ。何もしてない。殺したから。お前が妻を渡せ。殺したんだ。お前が悪い。やめろって。おい、やめろ。わあ、ディーコ、何があったの？大丈夫？行こう。おい、助けてくれ。怪我をしてる。彼女、どうしたの？あの、怪物どもにやられたんじゃない。刺されたんだ。でも、ヘリはいっぱいだ。なあ、聞いてくれ、オブライアン。早く病院に連れて行かないと、このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おい、なんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ、分かったよ。でもヘリには二人までしか乗せられない。二人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ。二人以上は無理だ。オブライアンも一応武器持ってますね。ハンドガン持ってる。
安心しろ、大丈夫だからな。捕まって。ちょっと今思ったのは、実は嫁さん生きててオブライアンと今いい感じになっちゃってるとか、よしブーザー、なんかありえそうじゃないですか。早く乗らないと。聞こえてたぞ、あと2人しか乗れねえんだろ。ほらさらと行け、心配すんな。わあ結構ひどいな。ええでもねえよ、あれにちょっと似た傷、過去にやっちゃったことありますけどね、サンダーって。行き先は何？どこ行く？スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ、サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。そう、この指輪ね、俺も気になる。なんて後で返してくれ。乗るの？乗らない。なるほどね、つながりましたね、これで。まあ、ただこの今のムービーから今僕がプレイしてるのは、2年後でしたっけ。その2年の間何があって今があるのかとかね、まあ、ゆっくり休んでくれよな。また後で様子を見に来る。お前がそんなこと望んでないのは分かってるんだが、俺はどうしてもな。まあそういうことだ、また来るよ。これが忘れはしない。これがあるってことは一応彼はブーザー、またヘリだ、またネロのヘリだ。何やってんだろうな。これがあるってことは彼は見に来たんですよね。ここまで役に立ちそうな道具をこしらえといたぜ。ここは通れないな。ブーザー最高だ、本当に助かるぜ。押せば通れる。後で行く。じゃあな。あ、いる。いた。とりあえずバイクのところまで、戻って、ちょ燃料入れよっか。そんな減ってないと思うけど。やっとだ。30%。いいぞ。よし。で、次ここ行きましょうか。あ、修理しようか。直せそうだ。これでよし。そんな離れてないですね。300。ラジオフリーオレゴン、真実は一つ。忘れてた、このラジオのこと。そもそものことの始まり、話は第二次大戦期に遡る。1947年、政府はこっちから行けそうじゃない？ダメかな。なんか煙出てるよ。ラジオを好き放題に取り上げやがった。もうこっからちょっと、あ、いるいる。政府は滅んだが、俺たちはまだいる。
世界の真実を暴くためにこうなることは分かっていた。昔、ああ向こう行っちゃったか。死の収容所の写真があった。市民を拘束するためにこっちから行けないかな。誰も信じなかったが、あの時市民が声を上げていれば、ここにもあるよ。今の状況は防げた。そいが、ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。バット。まあ、一つだけ正しいのは、ネロが作った難民キャンプは、確かに市の収容所になった。フリーカーに襲われてな。あ、やばいやばい。来た。全員殺してやる。ろくでもない人殺しどもだ。よし。いないといいんだけどね、近くに。死体が見つかっちゃうと騒ぎになっちゃうから。あそこにいる。まあ、こっからはショットガン持っていこう。持っていこうっていうか装備して。ここにいるな。逆から行った方が良さそうだな。あ、スナイパーいるね。大丈夫かな。あ、これ今バレてましたね。誰か見えたぞ。危なかったね。あ、ちょ、あそこにいる。やばい。違う。ああ、戻っちゃった。あれ？あの奥にもいるな。外しちゃった。くそ、弾が！なくなっちゃった？なくなっちゃったな。ちょ、ぐるっと回ろう。あれ、こっちに向かってきてたけど大丈夫か。あ、見つかっちゃった。見つけたよ。いつくる。今までにも襲ってきてる。いる。あー、奥からも来るな。あいつを誘い出すか、こっちに。おい、誰だ。誰かいたか。はあ、誰かいるぞ。調子どうだ。やべ、誰かいた。やれ。あれ、なんで、なんでバレた。おーっと、ちょっとね、これ、ちょっと待て、お前どこから。
ぜ。ああまずいまずい。まだあるな。でもショットガンの弾。野党あ、そっか、弾ないんだ弾ないんだった。ハンドガンはこれちょっと範囲がね。そして弱い。どんだけ撃てば倒せるんだ。いや、やっと倒した。いただくぜ。お、もうこれ取れないな。お、すげえこいつかわしやがった。おお痛い痛い。何人いんだ。どうでもいいか。どうせ足りない。うん、これ売ってましたよね。あそこに。そっか、あいつ倒せばスナイパーライフルの弾が手に入りますね。よし、2発手に入りましたね。あ、狼と戦ってますね。ちょっと見守りましょう。やっと言えた。あ、倒したね、スナイパー。スナイパーじゃない、狼。あ、いたね。最後だ。最後？いや、こっちにもいたよ。誰だ？とにかく。おお、バレた。何してんだ。これで全部か。あれ？少しは安全になるはずだ。今気づいた。少しだ。ここ。僕が以前失敗したところじゃないですか。ねえ、今気づいたよ。なんかあのここのね橋見たことあるなと思って、で振り返ったら、あれこの家って前入ったよと思って。じゃあいただきましょう、狼の皮を。肉か。そうかそうか、こんな近かったんですね。まあ、リベンジができたっていうことでね、よかったよかった。火炎瓶作っとこうか。火炎瓶はいっぱいか。これも作れたらね、パイプ爆弾使いたいけどね、なんかもったいない気がして。あとは、ん？またこれ。
何、拾うわけじゃないのか。ゾンビいますね。ここはないんですね、地下。いつもならね、言うのに。シェルター探そうみたいなことね、言いますよね、いつもなら。ここ一応もう自分のなんていうの、テリトリーになってんのかな。あれ、ちょっと待って、まだ終わってないね。なんかゾンビがいたっぽいけど、ゾンビ倒さないとダメか。人間と、あとゾンビがいればゾンビを、そう、この先のね、ゾンビにやられてしまったんですよね。あ、なんかマークしてあるね。してあった、今。消えたけど。え、どこにいるの、他に。ありましたね。あると思ったぜ。もう必ず あるラジオフリーオレゴン、あるって言ってもいいぐらいの確率ですね。冷戦を覚えているものは少ないだろうが、あの時代もまた地獄だった。飛行機の音を聞くたびにもうおしまいだ。バカでかい爆弾を落としていくに違いないと覚悟したもんだ。赤狩りの時代もあった。隣人が愛国心あふれるアメリカ人なのか、骨の髄まで真っ赤に染まった共産主義者なのか。地図、ベアクリーク。疑心暗鬼になった。昔親父が言った。ここでね、出ますね。暗黒の時代に身を守るには、この部屋は何もないか。それで一緒にシェルターを作った、うん、隣人の監視の目があって、裏庭は掘れない。よし、とりあえずですね、今回この辺にしようかな。1時間ぐらい撮ってるんで、どう分割するかな。シェルターがあれば、難しいですよね、こういうゲーム。して崩壊したとしても、うん、マンホールの蓋を開け、はい。で、次回は、そうですね、あ、これ出てるんで、あ、辿っていくわけですね、サラとの。記憶をね。はい、じゃあ次回はここ行きましょう。ここあれですよね、ゾンビの巣を燃やした町ですね。はしごを降りりゃ安全だ。ラジオがあって、コープランドの話はいいですよね。はい、ということでお疲れ様でした。またよかったら見てください。バイバイ。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。そうかよ、その安全なシェルターとやらにいた連中を見てきたが、全員とっくに死んでたぞ。何がいい教訓だ、コープランドめ。